M3 チャンネルの SD ガンダム BB 戦士リペイント動画シリーズ。今回はナンバー97新 SD 戦国伝地上最強編の白竜ガンダムです。以前に制作したキットをシールで色分け対応していたところを含め再塗装しました。前回の動画では軽装タイプのパーツをリペイントしました。今回は武装武具を塗装して白竜ガンダムを完成します。早速塗装の様子を見ていきます。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホー併用、オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。下地塗りで使用した塗料がこちらです。まずはファレホのゲームカラーデッドホワイトです。純白白のカラー、粘性が高く隠蔽力の強いカラー。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに楽しめ、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。天下統一編で完結した戦国伝の新シリーズとして始まった新 SD 戦国伝地上最強編。エイブラムの国を舞台に展開された義勇軍と王子族の戦、3つの2機玉の1つを持つかつて国を治めていた竜帝の子孫がこの白竜ガンダムです。シタデルカラーコントラストイアンデンイエロー、ゴールドを上塗りする箇所の下地として使いました。コントラストは希釈なしで塗れる利便性の良さも特徴で、顔料を含み下地になるので、こうして上塗りの目安をつける色分けを一旦するのにとても重宝しています。青の仕上げにする箇所にはグリフチャージャーグレイを塗りました。緑のカラーワープライトニング、アポシカリーホワイト、こちらはシルバーの下地カラーにしました。ブラッドエンジェルレッド、こちらは赤の下地に。ここからは上塗りです。シタデルカラーのレイヤーイービルサンズスカーレットです。白と並んで白竜ガンダムのメインカラーである青はシタデルのマクラーグブルーで表現しました。兜肩アーマーに使っています。シルバーはファレホのゲームカラーを使用。さすが銀色の発色。ゴールドはシタデルカラーベースメタリックのレトリビューターアーマーです。最後白の仕上げ色はシタデルカラーのレイヤーホワイトスカーを使いました。白が基調のガンダムなので2種類の塗料の重ね塗りでいい発色ができました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。前回作った軽装タイプに武装する形で白竜ガンダムを完成させました。このパートでかかった時間は約50分の塗装でした。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー97新 SD 戦国伝地上最強編から白竜ガンダムのキットのリペイント、その2の動画として武装パーツを塗装して白竜ガンダムを完成。次回その3の動画では竜馬白をリペイントします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録高評価引き続きの応援のほど
よろしくお願いします。